これで失意の目は回収できたな。さて、サスケ、お前は木の葉に向かうと言っていたが、それはやめておけ。焦らずアジトに戻り、休息を取ることが先決だ。これまでの戦いでお前は道術を使いすぎた。光を失いかけているのは分かっている。今木の葉に向かっても何もできんぞ。あと、これは忠告だが、あの女、いらないならちゃんととどめを刺しておけ。我らのことは知りすぎている。我らだと？俺がいつお前の仲間になった？まあいい、また会おう。じゃあな。サスケくん！サクラか。昔とまるで感じが違う。これがサスケ君？何しに俺の前に来た？サスケ君、私もサスケ君についていく。木の葉を抜ける。お前が俺についてきて何の得がある？何を企んでる？何も企んでなんかない。サスケ君が木の葉からいなくなって、私あの時一緒に行かなかったことをずっと後悔してた。サスケ君の望み通り動く。もう後悔したくない。俺の望みを知っているか？そんなの何だっていい。私はサスケ君の言う通りに。この葉を潰す。それが俺の望みだ。お前は本当に俺のためにこの葉を裏切れるのか？サスケ君がそうしろと言うなら。なら、それを証明してもらおう。こいつにとどめを刺せ。そうしたらお前を認めてやる。どうして？この人はサスケ君の仲間なんでしょ？今のこいつは俺にとって必要ない存在だ。私が今サスケ君を倒せば全てが終わる。やめろ、サスケ。できないのか？サスケ君。お前はここで消す。あの耳に私の声は届かない。あの目に私は映ってない。もう今のサスケ君は私の知ってるサスケ君じゃない。この世界にとって混乱を生む存在になってしまった。だったらせめて私の手で。サスケ君、あなたを止めてみせる。
戦闘開始。さくら、お前の力じゃ俺は止められねえよ。サスケくん、お前みたいな低俗な忍びがウチハに勝てると思うな。こんな戦いもう終わりにしましょう。もうあの頃には戻れないの。勝負あり。お願い、サスケくん、もうこれ以上は。サスケくん、もうやめて。復讐なんてやっても誰も救われない。みんなサスケくんのことを心配してる。また一緒にサスケ君と歩くことを望んでる。お願い、もう一度みんなを思い出して。全員笑ってやがる。イタチの命と引き換えに笑ってやがる。何も知らずに一緒にヘラヘラ笑ってやがる。サスケ君、今の俺にとってお前らの笑い声は軽蔑と嘲笑に聞こえる。その笑いを悲鳴とうめきに変えてやる。カカシ先生、本気の殺意落ちたな、サスケ。次から次へと。次はあんたか、カカシ。さくら、お前一人でサスケをやろうとしただろう。そんな重荷をお前が背負うことはないんだよ。サスケ、一言だけお前に言っておく。復讐に取り憑かれるな。お前を倒したくはない。俺をいつでも倒せるみたいな言い方だな。いつまでも先生ずらすんじゃねえよ。俺はあんたを倒したくてうずうずしてるんだぜ、カカシ。さくら、その子を口が聞ける程度まで回復してやれ。今ならまだ間に合う。先生は？お前の覚悟の重さは俺が受け取るよ。まあ、これは俺の役目だ。サスケ、どんなに落ちても自分の弟子だったオロチマルを可愛いと思ってたんだな。三代目火影様がどんな気持ちだったか今になってわかるとはね。それならあんたは三代目の二の舞を演じることになる。可愛い弟子だからこそお前がこれ以上闇に落ちる様は見たくない。サスケ、お前は俺が止める。命に変えてもな。間に合ってくれ。もうすぐだ。
あんたも、この葉も、すべて潰す。さすがに強くなっているな、サスケ。さて、これからどうやって。サクラ。やっぱり、カカシ先生だけに重荷を背負わせるわけには。なんで出てきた。私がサスケ君を止める。私が。サスケくん、ありがとう、サスケくん。ずっと第7班で一緒ならいいのに。さすがサスケくんね。さくら、ありがとう。はずなのに。よせ、サスケ。ナルト。俺以上にいいタイミングだよ。お前まで来ちゃうとは思わなかったが。サスケ、サクラちゃんは同じ第7班のメンバーだぞ。元第7班だ。俺はな。今ので分かっただろ、ナルト。サスケはもう昔のサスケじゃなくなってる。サスケ、イタチの真実ってのをマダラってやつから聞いた。嘘か本当かはよくわからねえ。けどどっちにしても、お前のやってることは、わかるってばよ。いや、わかるってんだ。何が、親も兄弟もいねえてめえに、何がわかる。他人は騙したろ。さっきだ。さっきやっとイタチの仇を討てた。木の葉の上役、団蔵な。何？あの団蔵？今までにない感覚だ。怪我された内葉が浄化されていく感覚。腐れ切った忍び世界から内葉を決別させる感覚。ある意味、お前たち木の葉がずっと望んできたことだ。内葉を否定し続けたお前たちの望み通り、お前たちの記憶から内葉を消してやる。お前たち、この葉の全てを潰すことでな。つながりを断ち切ることこそが浄化。それこそが、本当の内葉の最高だ。憎しみ、その積み重ねの歴史が、今のサスケを作ってしまった。ナルト、サスケ君。もういいだろう、ナルト。ここは俺に任せろ。もう少しで答えがわかる。そんな気がする。うん。カカシ先生、ここは俺にやらせてくれ。もう少しでわかりそうなんだ。お前、何を言ってる。次はお前か、ナルト。